今回のプレゼントはこちら、サマーズと深川さんが選んだニューカレドニアお土産セット。こちらを2人がロケで使ったリュックサックに入れて2名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから、どちらか好きな方を選んで応募してね。サマーズとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着ライブツアー。今回はマリンちゃんがニューカレドニアに関する問題を現地を調査し自ら作成。今週はアミちゃんが探してきてくれました。チーム分けはご覧の通り。罰ゲームをかけてクイズスタート。それでは本日の内緒クイズはこちら。皆さん、ニューカレドニアはいかがでしたか？今回のロケをコーディネートしてくれた雅子さんからクエスチョン。これは雅子さんの住んでいる家なのですが、この部分は一体家の何にあたる部分でしょうか？一体家のどの部分にあたるでしょうか？リビング。違います。来てるよ。トイレ。ああ、でもちょっと近いと思います。お風呂。正解です。やったー。何なんだよそれ。今言おうとしたのに。正解は、正解はシャワー室でした。実際にご本人に説明していただきましょう。これがお風呂。お風呂ですね。どうやって入るんですか？はい、あの雨水で生活してて、そこにあるところの隣の右のところが5万リットルぐらい貯める、雨水を貯めるタンク。みんなの水なの？みんなの水です。はい、そうです。5万リットルも持ってるんです。5万リットル。すごい。すごい。いや、そっちいろんな生活使うからね、水ね。そうですね。飲み水は違うね。飲み水もこれです。すげえ。ろ過したりなんかしないんですか？まんま。ろ過装置あるって言ってますけど、私はちょっと怖くて見たことない。いやいや、怖くて見たことないやつ飲んじゃってよく飲んでる。でも全然平気なんだ。はい、いや、3回当たってます。3回当たってんの？ということで、三村チェルシーチームの勝利。大竹セイラチームは罰ゲーム決定。今回はこちらのパチンコ台の図柄入りカードを使って罰ゲームを決めちゃいます。果たして今回の罰ゲームは、はい、せーの。ほら出たよ。これはダメ。これはダメ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 。まずいってついちゃってる。やばい。まずいってついてるもん食うわけねえだろ。3回連続負けてんだよ。ここでね。お前平気じゃないんだよ。しこーせーの。うわい。オッケー。嘘。オッケー。臭くねえの？大丈夫。嘘。大丈夫。お前じゃあ俺でも飲んでくれよ。いや、それなし、それなし。それはダメ。くっせえ。ダメだ。くっせえお前。くっせえ。ほか、ほか。めちゃくちゃくっせえぞこれ。じゃあ行くよ。よし。はい。やだ。はっ。行った。くっせえ。くっ。なんだよもうゲロじゃん。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上ホームページからご応募ください。以上プレゼント語る特別的な内緒クイズでした。